こんにちは。こんにちは。体調はだいぶ治ってきました。そう、昨日熱下がって、そう、昨日熱下がったので、もう大丈夫だと思います。土さかわいい、ありがとう、ありがとうね。めっちゃ心配だった。ありがとう。しっさんとありがとう。そう、結構ね、そう、5月1日にね、レッスンしてて、すごい体調悪いなと思ってて、朝からレッスンだったんだけど、すごい体調悪いと思って、休憩時間にね、熱測ったらちょっと微熱があって、なんかもう本当に風邪みたいな感じだったんで、帰って寝てて、なんだっけ、起きたら8度になってて、熱が、そう、8度になってて、わ、びっくりみたいな、あ、本当に熱上がっちゃったんだと思って、そう、それでちょっとね、熱があって、配信もメールもお休みさせていただいておりました。ありがとうございます。そう、ちょっと私今からキレートレモン飲みたいんだけどさ、そう、季節のあれなのかわかんないけど、なんか多分最近なんか少し疲れが溜まってたのもあって、なんか気持ちのあれとか、なんかあとエアコンとかで、多分季節、なんかそういう、なんかいろんなやつで多分風邪ひいたのかな。でも別にそんなにグワーってあれしたわけじゃなかったのでよかったです。ちょっと私はこれを開けたいんですけど、開けれないんですよ。ありがとう、ありがとうね。あ、そう、聞いてください。この2日間、まあ2日間なんだけど、熱があったのは、そう、熱があったのは2日間だったんだけど、あんまりね、あんまりご飯を食べてなかったので、だからちょっと痩せたんですよ。でもね、今日食べちゃったの。今日食べちゃったんですよ。今日食べちゃったんですよね。今日ちょっと熱も下がって、だいぶね、良くなったので、今日食べちゃったんですね、普通にご飯。そう。熱が出た日は、まあ、お昼に休憩時間に食べてたのもあるんだけど、その夜から食べて、ゼリーとかそういうのばっか食べてて、で2日目はもうずっとゼリーとか、そういうの食べて、豆腐そうめんとか、買って食べたりとかしてたから、体重がバッて減ったんですけど、多分もう今日普通に食べたから、今日普通におにぎり2個食べたりとかしたから、多分もう全然ね、あ、ワンチャンこれで肉エス痩せるんじゃねみたいな。そう、肉エス痩せて出れるわと思ったんですけど、まあ、ちょっとお腹すいて、そう、しかも2日目食料がなくなっちゃって、1日分しか買って帰らなかったから、食料がなくなっちゃってコンビニ買いに行ったんですけど、ろくにご飯食べてなかったから、フラフラしちゃって、だからちゃんと食べようと思って、やっぱ人間ってね、ご飯食べないと生きていけないね。今足に挟みました。わからん。飽きた。そう、やっぱ私はご飯食べない生活はちょっと厳しいんだなって思いましたね。くしゃみと鼻と喉がひどくて。私この数日ですごいゼリーにハマってて最高です。
お店で勤めるとき休んでありがとう。心配してました。ありがとう。かわいい。ありがとう。開けたよ。開けれてたよ。2日目についてあ、でもそうなの。でも高かったのはね、1日だけだったんだけど。これで痩せるわと思ったのに。そう、多分私はねマジでご飯食べないとね、何も機能しなくなっちゃうってことがね分かったので、そう、タックハートありがとう。つくり行きましょうか。もう大体治ったよ。変わることはいいこと。そうでしょ。ミヤティ、ありがとう、ありがとう。ペンライトこれ大丈夫。それ何食べたことね。全然今日食べたから明日には戻ってます。てかなんか最近太ってたんですね。2キロ太ってたんです。本当の体重から2キロ太ってたから、まあそれが、まあ、減ったのでよかったっていう思いました。そうそう、肉屋さん肉寿司ある。あ、そうなの。なんかめっちゃ怖かったんですよ。なんかさ、私1日に熱が出たんですけど、なんかもしかしたらさ熱がすごい高く上がったから、何抜けす出れないかもと思ってめっちゃ怖くて、なんだっけ、コロナとかさインフルエンザだったら出れないじゃん絶対的に。なんか危怖いかもどうしようと思ってたんですけど、次の日ね熱がね結構下がったので、あ、これは大丈夫だと思って、そうだからよかった。今も熱がないので、あとはね鼻水とくしゃみと喉が乗ったらまあいいかなと。取らないとね。ケイチケイザ、ダルマありがとう。アンカーさんハートありがとう。ラビュー。ビタミン C、 喉ね、喉がね普通に食べなくても人間もつ、確かにね。でも日々結構死ぬよ。タカハートありがとう。ブドウトビバズって何それ。しんちさんダルマありがとう。マサさん、誰もありがとう。ラクサね、エアテレゼリ言ってるね。いろんな味私も最近食べたんですよ。今はキレートレモン飲んでます。そう、5月21日出ます、出ますみたいです。アルバルムの話か、今朝した。ありがとう、ありがとうね。食べるの大事ね。食べるの大事よね。コスケさんありがとう。レインボースター、だいぶ楽しみの大事ね。ありがとう、だいぶ楽しみ。でもだいぶすごい不安この2日間留守に行けなかったっていうのもあって、すごい不安が大きくて。じゃあ大丈夫、ありがとう、大丈夫だよ。ブルバーさん熱は引いたので引き続きお大事、ありがとう。どうした、誰もありがとう。飲み水に糖分入れないね。なんか結婚してありがとう。しないけどね。今さっき、もうすぐ今さっきお風呂入ってすっきりしました。すっきり。だからね髪の毛ちょっと濡れてんだよね。なんかすごい、なんかさ、なんかイモくねなんかイモくね私。ダムも増えてたので
わかんない、うどん食べたいんだけどね。そう、まだ鼻声です、少し。ゆめゆかありがとう、モニケンヤさん誰もありがとう、白ボイさん結婚してありがとう、せんけど最近全員元気で出るといいね。モニケンヤさんハートありがとう、岡山地さんランジュー、こんばんは。そう、岩礁、帰り出ます、ダメです、だいぶ出れそうなのよかった。そう、絶対に出るよ。お台場のためにどんだけ頑張ってきたのかって、これで私とお台場出れんかったら結構私はめっちゃ病んでたと思いました。だからよかったよかった、マジで本当によかった。かなちゃんのハビュー、24フレットさん誰もありがとう、ありがとう。真ん中に一発で、そうなの？私ずっとトローチをね舐めてて、だいぶ良くなったんよこれ。食べちゃった、ありがとう。食う、寝る、遊ぶ、大事確かに。今日めっちゃ疲れた、5年仕事して、てか3年、あ、いいね。かやまちさん、くまちゃんありがとう、くまくまありがとう、かやまちさん誰もありがとう、いろしさん誰もありがとう、絶対のせいじさんハートありがとう、チェキも買うね、ワクワクす、嬉しい、チェキチェキ楽しみにしててね、うん、チェキチェキ、みゆさみさん、ワンカーさん誰もありがとう、睡眠とご飯しっかりって、いつもの元気のひーちゃん戻ってありがとう、ワンさんありがとうね、マレさんありがとう、ワンカーさん誰もありがとう、スピンなんですね、かわいい、ありがとう。そう、風呂係言ったからね、さすがにさ、あまり体調良くない時メイクしない。うん、TKG 食べ、 TKG 食べたいね、のね、どのせいじさん風呂敷ありがとう、ザキだるまありがとう。私さ、髪の毛くせっ毛だからさ、お台場前にさ宿毛かけたかったんだけど普通に忘れてた厳しそう。さっきあとありがとう、いちゃいちゃ、みそかちさん2回連続的鍵開けられちゃうか、え、お願いしますラブユー、マキさんこんばんは、グーさん誰もありがとう、ちょっと立ってなかった、ドキ泣いたくならんかった、え、どういうこと、どういうこと、私でもずっと寝てたよね、しかもユウなんか電話来たし、そう、タクアートありがとう、自分大丈夫、気をつけ、気をつけてね、電話来たからね、そんなに寂しくなかった、逆に言えばユナの方が寂しかったっぽいです。マーキさん誰もありがとう、とうとう5月に入ったし、あと18日で日よし1年、あ、そんな早いね、じゃあぬゆさんあとありがとう、前悲しいことだって何だった、何だっただろう、にゃん太郎さんこんばんは、幽霊じゃなくてかったね、ほんまに今日も早めに行くよなって、うんと元気ありがとう、うん元気よ、もう元気元気、明日から頑張ります。友明さんあとありがとう、ゆうさんこんばんは、しゅんちゃんたこちゃんありがとう、つなまえさんあとありがとう、ほんまは一応今日も目が可愛い、ありがとう、私は最近インゼリーの桃味にハマってるの、あとこれね、これ美味しい、でも聞いてください、今回ね久々に風邪をひきましてね、あ、やばい、お腹が
久々に風邪をひきまして、まあ2日間ちょっとあんまりいつもよりかは何いつもよりかはあんまりご飯食べれてなかったわけですね。そう、あんまりご飯食べれてなくて、まあこの何離乳食じゃないけどさ、こういうさ固形物あんまり食べてなかったわけ。食べてもなんかアイスとかゼリーとか凍らしたゼリーとかそういうのを食べたから、結構ね、顔がね、顔がこの間じゃないわ、1日前すごいすっきりしてて、そうすっきりしてたんですよ。なんか顔がすっきりしてるって思って、そうでもね、ちょっと別に今はすっきりしない目はすっきりしないけど、なんかあ、やっぱりちょっとあんまりご飯を食べなくなるとやっぱいいんですねって思いました。多少はご飯食べない方が顔がすっきりするなって思って、そう毒素が抜けていってるなって気持ちになって、ちょっといい感じでした。体調悪いけどいい感じっていうあれでした。だからこのまま食べないでいきたいなと思ったけど、マジでそれは無理だった。本当にみそかちさんありがとう、七前さんありがとう、ありがとう。あのびありがとう、さかちさんとありがとう、だいぶにてごさんも嬉しい、心ね、心強い、すごく。みそかちさんとありがとう、ねえねえさんこんにちは、いいちゃんって、ちょ七前さんファイト、ありがとう、とまいきさんだね、まあ、ありがとう、みそかちさんとありがとう、ラーフェスティバル行ってみてないよ、体調悪くて行ってないですね、それは行きたかった。そかちさんありがとう、ラビュー、そかちさんありがとう、オンライン的サイン会申し込みして早く寝て元気になる、ありがとう小山ちさん、楽しみにしててね、ありがとう、だいぶ良くなったな、大丈夫だよ。そかちさんありがとう、たくあとありがとう、これ決済しての話し家さんが決定しま、ありがとう瀬戸内さん、嬉しい、お話しようね、たくさんお話しましょう、ありがとう、小山内さんネイマスターありがとう、みそかちさんとありがとう、めっちゃ可愛いけどどうしたん、痩せたんかなこうなってやってきた。ジェルボイさん、マリさんとありがとう、ジャンボイさんとありがとう、ナオさんラビュー、だいぶ怖い前だけどメッシのファンへの愛情しっかり伝わってごめん、ありがとう、おじさん響きって言って、おじさん誰もありがとう、ヒッチさんとありがとう、なんだっけかね、あでもね、いちごがね、スタンプ送ってきてくれて、健康第一っていうスタンプ送ってきてた、今日。で、サッチーも大丈夫って言ってくれた。そう。そう。ミオも送ってくれて、大丈夫って。ミオの。嬉しいの、そうでしょ。どっちゃまいぞ、かわいい、ありがとう。外、暑くて溶ける手前だった。出前だった。体調大丈夫、ありがとう、大丈夫だよ。熱も下がったので。うまい。え？うまいな、あきさん。じゃ、嬉しいな。ありがとう。オンラインチェックサイン会。初めて参加する。楽しみにして、楽しみにしてたよね。楽しみにしててね。今日も可愛くて天才。ありがとう。可愛くないけど。ありがとう。メロン味とメロン味。ねえ、私桃味しか食べたことないよ。メロン味美味しいかな。ポコポコさん結婚してありがとう375日連続配信おめでとう、ありがとう。で実はですね、何ですか、毎日配信チケットがですね、多分昨日でも全部使い終わりまして、で4月なんか2回ぐらい多分気づかず使っ
出てるので、しかも昨日の2日間、昨日と昨日の2日間でチケットを使い終わりまして、多分だからもう次風邪とかなんかいろいろあった時にさ、間違ってるの落ちちゃったりしたらさ、もう毎日配信が切れちゃうからすごく怖くてどうしようかなっていう気持ちでいるんですけど、頑張ります。ロコボコさん結婚してありがとう。しないけどね。お前しとメラージュあるよ。ピッチつくけ食べない食べない。久々なの、どういうこと？ジャメシハマってます。何にジャメシって。みそかちさんあたりがとう。ちょっとそう、くまれパパ誰もありがとう。たくググありがとう。兄ちゃん兄ちゃん、くまれパパ誰もありがとう。かずぽさんあたありがとう。もいちゃん、うん、や、うん、やっほー、復活したかい。え、うん、だいぶ良くなったよ。良いけど良くない。確かにね。ねぎょうくん忘れず、ありがとう。今日も可愛い、ありがとう。猫ありがとう。人気が一番、それな。ふぐりあとありがとう。熱はない。今は熱は下がりました。食べないで体が持たないね。ちゃんと食べてたよ。お兄ちゃん誰もありがとう。おじいさん誰もありがとう。体調悪いと健康が一番すごく感じ。いや本当にそれな。チバニアさんとありがとう。大豆のほどの早めにおやすみ、ありがとうね。そうする。ダイラさん誰もありがとう。タク誰ハートありがとう。5月だからね、今3期生のなんなんてね、紹介そうでしょうね。たくあとありがとう。ミシェルボイス誰もありがとう。たくさん話しましょうって言われたら恥ずかしくないか。たくさん話しましょう。ウニさん誰もありがとう。ミュウ、ミュウポンって言ってないよ私。お味ブドウ味好きです。ありがとう。うん、え、よかった。ガーリー僕風邪もらいました。え、風邪だったとこ。平さん大丈夫？え、大丈夫？お熱あるの？お熱痛いの。どんだけ。早く治してね。もう風邪はね大きくないので早く治してね。ありがとう、心配してくれて。早く治すよ。6月あれら、あ、遊んの？晴れてこない。困っちゃうね。晴れてくれないと。毎日配信してくれる嬉しいが本当に迷惑。ありがとうね。もしかしたら毎日配信があのね途切れちゃう時があるかもしれないけど、多分その時病んじゃうけど、まあその時はその時で。ありがとう。忍者飯は硬い。ああ、あの忍者飯か。食べたことあるよ。すごい硬い。本当は僕隊も来たいなと。え、来て、新体制の僕隊みたいなので、はい、初めてのメンバーとね一緒にするのでね。はい、私はさ、あの正規生になったさ、3期生もが最後に僕隊するのかなと思ったら違ったと思って、なんでだろうなと思って。どんな僕隊なのかが楽しみですね。うん、配信かね、今日ちょうどお手紙出したところ。あ、そうなの？見るね、事務所に行ったら。ロブイッチさん、タコちゃんありがとう。ミシェルボイスさん結婚してありがとう。ナオキさんあとありがとう。お台場まで体調万全にしてお願い。うん、体調万全にお台場までに直します。ナオキさんあとありがとう。トモチーさん泣きちゅちゅありがとう。めっちゃ元気そうで固め、ありがとうね。写真来ました。自分忘れてないよ。佐々木俊介さんありがとう。ありがとうね。うん、ちゃんとお台場行きますよ。
たら補填してくるよ。え、何それ、次の舞台行けないの？あらあら、猫、そうなの？僕体あるよ、僕体あるあるあるよ。マリちゃんファイト、ありがとう。おできんがさん、ありがとう。明日までにね、ありがとう。ラブさん、タコちゃん、ありがとう。モニケンギャさん、ありがとう。二人の次の広島出張だった。あ、そうなの？どういうこと？二人の次の広島出張、うわ、いけないってことか。ピエンだ、それはピエンすぎる。ひちゃん、4月30日で34歳になりました。あ、おめでとうございます。佐々木俊介さん、おめでとう。おめでとうね、おめでとう、おめでとうございます。じゃあ待って、じゃあ喉がねあれなので、じゃあこの辺で終わりたいと思います。ひろしさん、あとありがとう。これからもいーちゃんに覚えてもらえに大阪のお話し会申し込みする。ありがとう。どまちさん、ありがとう。たくさん話しましょう、しましょうね。ひろしさん、あとありがとう。話し会検査完了、ありがとう。今日にひろしさん、ありがとう。なおさん、誰もありがとう。くたさん、お疲れ、ありがとう。ありがとうね、みんな来てくれて。え、もう15分してるよね、これ。もう15分してるよね、ほんと大丈夫だよね。なんかの、なんかね、あの、詰まってる鼻と喉が詰まってる感じなので、なんかね、そう、たくさん喋りすぎるとあれなんですよ。なんか久々にさ、こんな長く喋ったので、なんかあの待って、あの変な感じ、鼻がね気持ち悪い。30分よかったじゃん。ありがとう、キョニー、ありがとうね。ありがとう、結婚してありがとう。カタさん、できないけどごめん、ちゃいな。じゃあさあさあ、男女読んでいきます。では13位ひろしさん、12位ロコポコさん、11位ホユさん、10位猫、はい、9位オグリン、8位ツナマヨさん、7位ノバイチさん、6位モニケンギガさん、5位24フレットさん、4位タックン、3位トマチーさん。あら、変わっちゃった。あれ、あ、じゃあ3位から読み直しますね。では3位。ちょっと待って。結構変わったな。ちょっと待って。あ、じゃあ13位から。では13位、ホイユさん。12位、タック。こちゃっとく、どっちタック。猫。11位、オグリン。10位、ツナマヨさん。9位、ノベイチさん。8位、ナオキーさん。7位、ヒロシさん。6位、24フレットさん。5位、タックン。4位トマチンさん、3位ホアンカンさん、2位森健ギガさん、1位はデデンデンデンデデン、へい、小山内さんでした。ありがとうございました。ありがとう、ありがとう、みんな、みんな来てくれてありがとうございました。ありがとう、私ありがとう、こちらこそ小山内さん、ありがとう。ではまた、まあ、明日には元気になっているでしょう。ではまた会いましょう。見てくれてありがとうね。大好きです、皆さん。じゃあね。バイバイ。久しぶりに配信見れてよかった。ありがとう。ありがとう。大事にねって。ありがとう、パンケーキちゃん。ありがとうね。ミキちゃんさん、バイバイ。タカハタ、ありがとう。ネコハタ、ありがとう。ありがとうね。ありがとう。バイバーイ。また明日。バイバーイ。